イスラームシャーは、北、インド、スール朝の第二大君主。イスラームシャーのルピー銀河1545年5月、フオーシェールシャーが、不慮の死を遂げたため、後を継いだ。イスラームシャーは、父の意志を継ぎ、改革を継続した。彼は処法を成文化し、イスラーム法を解釈できる一部の者たちへの依存の必要性をなくした。また、イスラームシャーは、 貴族の権力を制限し、兵士らには現金で給与を支払うことにしただが、イスラーム社は貴族の忠誠心を勝ち取るのではなく徹底した地の粛清で対応し、王の権威を重んじるように強要したため、人望を入れなかった。そればかりか、兄弟の起こした反乱やアフガン人の間に発生した部族間の対立もあって、その知性はこれらの対応に追われた。その上、 クマーユウンガデリーに舞い戻ってくる可能性もあったため、領土の拡大もできなかった。1554年11月、イスラームシャアは死去し、幼少の息子であるフィールーズシャアが後を継いだ。だが、彼は1ヶ月足らずで殺害され、たちまち権力闘争が起こって、スール町は衰退の道を歩んだ。ありがとうございます。